はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、その他注目アルトコイン、今日は4銘柄、そしてドル円の状況を見ていきたいと思います。今日が2023年の2月の2日金曜日、今が16時1分を回ったところです。皆様1週間家事育児お仕事お疲れ様でした。今日の仮想通貨市場なんですが、ビットコインは昨日の夜若干反発して4万3000ドル台にまた乗せてきました。まあ、一時下がっていたんですけどね、そこからしっかりサポートされて一気に戻してきたと。で、いろんなデータ見ていくと、やっぱりビットコイン今後も底堅いんじゃないかっていう風なことがですね、示唆されているんですよね。特にある指標を見ていくと、過去の急騰直前のパターンと今のパターンがめっちゃ似ているというところがですね、示されたりしていますので、今日はそのあたりしっかりですね見ていきたいと思います。その中でちょっと今の状況懸念的な感じでですね見ているところもあって、それが JP モルガンなんですね。あるトークンを名指しして警戒するように呼びかけているんですね。はい、このトークンが一体何なのか、このあたりも含めて今日は皆さんと一緒に楽しく見ていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済の動向をピックアップして相場分析と戦略構築をやっております。毎日注目銘柄をピックアップして分析したりしていますので、ぜひポチッとチャンネル登録をよろしくお願いします。で、これから仮想通貨始めたいという方に関しては、僕が実際に使っているおすすめの取引所、以下の概要欄にいくつか載せております。まず現物を始めると思うんですが、バイビット、ビットゲット、このあたりからですね始めるのがおすすめかなと思います。今ちょうどキャンペーンなんかもやっておりますので、もし興味のある方は以下の概要欄チェックしていただければと思います。それでは今日の仮想通貨市場の動向を見ていきたいと思います。はい、今日の仮想通貨市場はビットコインが632万ということで 0.3% 若干回復してきました。イーサに関しても33万8000円ということで 0.4% の上昇、まあ、その他通貨見ても今日は若干ですね上がった通貨が多かったかなということで、まあ、市場全面的に見ても反発傾向になっているかなというふうに思っています。その中でもあるトークン、まあ、以前からね僕注目しているんですけど、これがいよいよ来そうだなというものが今日あります。これは、後のですねテクニカル分析の方でしっかり見ていきたいと思います。で、その前に株式市場の動向から今日も見ていきたいと思うんですが、今日の日経平均は 0.41% の上昇、3万6158円まで上げてきております。やはりこれは昨日のアメリカの株式市場、主要3指数全部上がりましたので、その影響を受けて、まあ、上がったんじゃないかということが言われています。じゃあ昨日のアメリカの株式市場一体何があったのか、これグローベズでね限定で公開している朝分析なんですけれども、まあ、昨日のナスダックなんかも 1.3% ぐらい上がってるんですよね。一応昨日は先週分の新規失業保険申請件数が発表されたんですが、これが予想外に増加しているということで、2ヶ月ぶりの、まあ、高水準になったんですね。ここ最近労働市場がまあ強いということが言われている中、久しぶりにですね軟化を示すこととなったと。一方で昨年10月から12月期の労働生産性指数っていう指数があるんですけど、これは市場予想を上回る伸びとなったということで、雇用が落ち着いてくる中で経済強い、まあ、そういったいい形のですね指標が発表されたということがあったようですね。それから ISM の製造業景況指数も発表されましたが、これも1年3ヶ月ぶりの高水準になったということで、未だ経済が堅調であるということが示されたわけですね。それから昨日に関してはアメリカのメタとかアマゾンとかの決算が発表されたわけですが、これが市場予想を上回る内容だったということで、この両方の銘柄も結構上がったんですよね。まあ、そういった背景もあって、昨日のアメリカの株式市場は全面的に上がったということが言われています。まあ、そんな中でやっぱり今日のですね雇用統計に注目が集まるわけですよね。今日の22時半から1月分の非農業部門の雇用者数の変化、それから平均時給とかも発表されるということで、まあ、ここがねやっぱり一番注目される指標、雇用の指標になってきますので、まあ、前回の結果とそこまで大きく変わらない予想となっていますが、ここはしっかりですね注目していただければと思います。あのグローベズの方に関してはまたですね、ディスコードの方で雇用統計ライブやりたいと思いますので、ぜひお集まりいただければと思います。じゃあここから仮想通貨関連のニュース見ていきたいと思うんですが、まずコインポストの記事ですね。膠着状態のビットコインなんですけれども、大口投資家動向など複数の強気シグナルが出ているというふうな記事が出ています。まあ、つい先日の FOMC を経て暗号資産市場でも売りが先行して一旦全面安みたいな形になったんですが、やはりビットコインの回復結構強かったですよね。まあ、今 FOMC では3月に利下げするんじゃないかっていう期待がずっとあったんですが、パウエルさんはこれをちょっと否定するような形になってきましたよね。その中で著名なエコノミストの方、アレックスさんという方は、5月から6月には利下げに踏み切る公算が高いんじゃないかというふうな見方も示していて、まあ、依然として利下げ局面がまあ間近に迫っているっていうことは間違いないよねと、まあ、そういった意見になっているわけですよね。まあ、もちろんこれ仮想通貨市場にも大きな影響を与えてくる可能性ありますので、ここの動向はねしっかりキャッチしていかないといけないかなと思います。その中で大口のシグナル、これが結構見られているということで、まず一つ目なんですが、大手取引所のビットメックスで 4000BTC の出金が確認されたと。約1億6800万ドル相当なんですけれども、まあ、基本的には取引所から出金するときって個人で保管するイコール、まあ、長期保有を決めるみたいな形に捉えることができるので、まあ、いわゆる強気のシグナルなんじゃないか、そんな風に見られているんですが、実際にこれって過去の傾向を見ていても、特にビットメックスからの出金って価格の上昇局面と結構一致しているということが言われているんですよね。まあ、それがこの
このデータなんですけれども、この赤色がぐーっと伸びているところ、これが大口が出金したいわゆる、まあ、出金フローがですね示されているわけなんですが、この大きな出金のところとそれ以降の価格上昇の局面ですね、これが結構一致していますよと。ここはちょっとね少ないんですけれども、まあ、2023年の10月頃一気に上がりましたが、そこでも大きな出金が見られていて、まあ、そこ以来の大きめのですね出金になっていると。なので過去の傾向からいくと、これこのまま上がっていくんじゃないか、まあ、そんな分析がされているんですよね。それからビットコインのウォレット残高を追跡するオンチェーン指標っていうのがあるんですけども、これが過去3年間で最も高い水準に達しているということが言われているんですよね。もちろんビットコインの長期ホルダーの数も今過去にないぐらい一番高い値で推移していますので、まあ、そこともリンクするところかなというふうに思っています。まあ、つまりみんなですね蓄積傾向に傾いているということで、大きな下落にはつながりにくいというふうな動向が示されているわけですね。まあ、実際にクジラの数も増えていまして、 1000BTC 以上保有するクジラの数も過去2週間で67と約 4.5% 増加しているということで、まあ、大口そして長期投資家、ここがですね結構今自信を持っているということが示されているんじゃないかなと思います。それからテクニカル指標でも結構強気のパターンが現れているということで、今日のコインデスクの記事なんですけども、ビットコインのボリンジャーバンド幅っていう、まあ、インジケーターがあるんですけど、それを見ていくと過去の急騰直前のパターンにめっちゃ似ているということがですね言われているんですね。はい、実際にそれがですねこちらのチャートで示されているんですが、この下にあるのがボリンジャーバンド幅って言われるインジケーターですね。この過去を見ていくと、大きくへこんだところから価格が上昇する、大きくへこんだところから価格が上昇するというのがですねずっと繰り返されてきたわけですよね。で、今のところを見ると、過去急騰前に発生したところぐらいまでボリンジャーバンド幅が下がってきているということなんですよね。まあ、このボリンジャーバンド幅が下がるということは、ボリンジャーバンドが収縮しているっていうことを示すわけですね。で、ボリンジャーバンドって収縮と拡散を繰り返す指標ということで、まあ、拡散に向けて大きな動きになるわけですけれども、まあ、次ですね大きな動きになってもおかしくないんじゃないかというふうなですね分析がされているんですよね。まあ、これ見ると確かに一致しているような感じにも見えますし、まあ、その他ここ最近で動画でも、取り上げていますいろんなデータ見てもやっぱり強気傾向が示されていますよね。特に昨日の動画でもお伝えしましたが、今ステーブルコインがめちゃめちゃ市場に溢れていて、いつでも買っていける準備ができているよと、これもね一つの、まあ、強気のシグナルとして市場は認識することが多い指標なんですけれども、そのステーブルコインについて懸念を表明しているのが JP モルガン。今日のニュースなんですけれども、海外のニュースですね。 JP モルガンがテザー USDT の優位性の高まりは仮想通貨にとってマイナスだということを語ったということなんですね。この USDT というのを名指ししてちょっと懸念を表明したということで、これ今日のですね、まあ、ニュースの中では結構注目されているニュースになっているんじゃないかなと思います。で、どういうことを言っているかというと、さっき言ったようにステーブルコインがたくさんね市場に溢れていることに対して言っているのではなくて、 USDT に資金が今結構集中しているんですよね。その状況がまずいんじゃないかっていうことを言っています。 JP モルガンのアナリストらは木曜日のレポートの中で、規制遵守と透明性の欠如を考えると、テザーはリスクにさらされていると、したがって私たちは過去1年間のテザーへの集中の増加はステーブルコインの世界とより広範な暗号エコシステムにとってマイナスであるというふうに見ているそうなんですよね。まあ、USDT の信頼性という部分に関しては過去から何度も言われてきた内容ですよね。まあ、そのたびに USDT を発行するテザー社は、まあ、準備金としてちゃんといっぱい持っていますよということを証明したりとか、まあ、いろいろこう透明性の改善という部分で取り組んできたわけですが、それでもなお透明性の欠如があるということを言っています。で、それとともに今の世界ステーブルコインの発行会社は世界中で規制リスクに直面しているということが言われているんですよね。まあ、アメリカでも一つのですねステーブルコインに関連する法案の承認が議会の承認を待っているという状況、それから欧州では今年6月に暗号資産市場、まあ、MICA ですね、この規制が部分的に施行される見通しになっているということで、まあ、これが仮想通貨市場にとっていい方向に進むのか、それとも悪い方向に行くのかっていうのはまだね、もちろん分かってない状況ではあるんですが、ことこのステーブルコインに関しては特に規制の目にさらされる可能性があるんじゃないか、そんなことを言ってるんですよね。まあ、その一方で既存の規制を厳密に遵守しているステーブルコイン発行者は市場シェアを一気に獲得する可能性があるんじゃないか、まあ、そんなことを言ってるんですよね。じゃあどのステーブルコインがおすすめなのか、まあ、おすすめっていう言い方はしてないですけれども、 JP モルガンは USDC がいいんじゃないかっていう風な発言をしています。サークル社がですね最近アメリカで上場を内密
に申請したっていうことがこの記事で書いてあるんですよね。アナリストの欄によると、この動きはサークルが国際的に拡大し、今後のステーブルコイン規制に積極的に備えている意向であるということが示されているんじゃないかっていうことを言ってるんですよね。まあ、僕も USDC ほぼ持ってなくて、ほとんどが USDT になっているんですが、それでもね、 USDT とかこのステーブルコインで保有するっていうこと自体が僕も結構ね怖いタイプなので、そこまで多くねウェイトを持ってないんですよね。まあ、ステーブルコインに関してはやっぱりドルからペックが外れたりとか、そういったことも過去何度もありましたので、まあ分散するとか、それからステーブルコインの保有率っていうのはちょっと下げておくとか、まあそういった対策は必要なんじゃないかなと僕個人的には思っています。ただ JP モルガンもこの今ステーブルコインが拡大しているということに関しては、仮想通貨市場にとっては非常にポジティブだっていうことも言っていますので、まあそこから考えると、やっぱり今後暗号資産市場は結構大きく伸びていく可能性はまああるんじゃないかなというふうに僕個人的には捉えています。で、特にここ数年ってやっぱり暗号資産の規制ですよね、規制とのせめぎ合いっていう部分がずっとこう続いてきたわけですよね。特に去年に関してはアメリカの SEC がですね、ガンガン規制を強めたっていうことで、非常に規制に関して話題を集めたわけなんですけれども、その規制の部分に関して今の現状どうなってるのか、そして今年はどういう風になっていくのか、それに対してですね、コインテレグラフの記事なんですが、世界の仮想通貨規制2024年の業界勢力図にも影響を与えるんじゃないか、まあそんな記事がですね今日出ているんですよね。これ一応21シェアーズっていうところがですねレポートを出したそうなんですけれども、まあ、このレポートを見ていくと、仮想通貨は生き残り繁栄をしているが、業界内の人材を確保し、ハブを創出していくための国際的な競争が増加しているということが言われているんですよね。まあ世界各国でその仮想通貨に対しての向き合い方って違うわけですよね。その中で最も懸念しないといけないって言っているのがアメリカと EU っていうことを言っています。業界内での地位を危うくする可能性があるんじゃないか、そんな風にですね指摘されているということなんですね。で、欧州に関しては先ほど言った MiCA っていう、そういった規制がまあできたわけなんですけれども、基本的には今規制で明確化されていないグレーな部分をちゃんと明確化していくっていう風な規制になっているっていう風に言われているんですけれども、ただその中でもスマートコントラクトを遮断するデータ法っていうのがですね交付されていまして、これがもしかすると仮想通貨市場のイノベーションに対してですね、重しをするような状況になるんじゃないかということが言われているんですよね。で、アメリカももちろんまだまだですね仮想通貨に対する規制っていうのは強化していくんじゃないかなというふうに言われています。ただその中でも、アメリカの規制当局が決済ステーブルコイン法を通過させたということで、これによってサークルなどのステーブルコイン発行者に規制の明確さを提供し、消費者に利益をもたらすかもしれないということもですね言われているんですよね。なのでおそらく2024年は世界各国でこのグレーな部分を明確化していくっていう風な建設的な規制がですね整備されていくんじゃないかなと思うんですが、その規制にちゃんと準拠しようとしている USDC はいいんじゃないかみたいな、まあそういったところでさっきの JP モルガンのまあ発言ともですね結構一致する部分があるかなと思うんですよね。まあこの規制の部分は僕も専門家じゃないので、まあ詳しいところまではわからないんですけども、しっかりねキャッチして、まあなるべくわかりやすい言葉でね皆さんにも伝えていこうかなというふうに思っています。ということで、まあ2024年もね規制の部分に関しては世界中で注目されてくると思いますし、特に現物 ETF イーサリアム、そういったところがですね本当に承認するのかっていうところでまた注目をね集めそうなんですけれども、まあそのイーサリアムに関しては今年大きなですねアップグレードが控えていまして、それがデン君ですね。直近ではこのデン君をテストネットに実装するっていう風な、まあいわゆるテストがですね行われているんですけれども、一応このテストって2回行われるんですね。で、そのうちの1つが直近で行われたということで、イーサの開発者非常にうまくいったということで、まあ1回目のテストは問題なくですねクリアできたということらしいですね。で、次は2月7日にですねもう1個のテストネットのアップグレードがあって、ここで問題なければメインネットへ移行していくという流れになるようですね。じゃあいつメインネットにこう実装されるのかっていう部分に関しては、ギャラクシーデジタルのリサーチ担当副社長の方が言ってるんですが、3月末までに稼働する可能性が 80% ぐらいじゃないかということを言ってるんですよね。まあ、この実装によってレイヤー2のトランザクションコストがですね激減するということも言われていますので、まあこのイーサリアムの界隈は今年もですね結構注目されてくるんじゃないかなというふうに個人的には思っています。最後にビットコインの板の状況なんですが、その前にねちょっとビットコインの OI の状況、昨日ちょっとね面白い動向があったのでそれちょっと見たいんですが、これ見てください。ロング勢の生産ですね、この緑色のところがそうなんですが、ここはですね2月1日、まあ、昨日なんですけど結構多くのロング勢の生産が起こってるんですよね。ここ最近で何度かでねこれぐらいの規模の生産っていうのが起きてるんですけれども、例えばここだったりすると大きく、まあ、価格は下がっているわけですよね。で、ここの時も、まあ、一応大きく下がったわけですが、今回のロング勢の大きな生産の時ってそこまで大きく下がってないんですね。大体まあ42,500が42,000付近まで下がったぐらいの下落なんですけど、ここでロング勢めっちゃ生産されているんですよ。でも価格はそこまで下がってないと、むしろ OI は若干増えてるみたいな形になってるんですね。まあこれを
を見るとやっぱりこの4万2000付近での底堅さ相当強いんだろうなっていうところが示されているんじゃないかなと個人的には思っています。まあ、その中でビットコインの板の状況を最後確認していきたいと思うんですが、今若干売り板の方が厚くなっていますかね。価格帯に関してはまあこれまで通り4万4000付近まで厚くなっているのと4万4200っていうところがまあ飛んでですね厚くなっているという状況が確認されています。それから買い板に関しては下見ていくと4万2300付近ですかね、はい、この辺りまで厚くなっているという動向が確認されています。あとちょっと飛んで4万1500ここも厚くなってますね。こういった株関係を踏まえて今日の相場分析入っていきたいと思います。はい、じゃあまずはビットコインの日足から見ていきたいと思います。今のビットコインが4万3100ということで、昨日ですね一時4万1800付近まで下げたんですが、そこからきっちりですね反発してきたと、まあ、非常に強いですね動向を示してきたということですよね。まあ、ただ一方でここ最近ずっと抵抗されているのが4万3800から4万4000付近の抵抗ラインとなっています。まあ何か大きなね、ファンダがなければなかなか抜けるのは難しいんじゃないかなと思うんですが、一方でこれを抜ければショートスクイーズも伴って一気に上げる可能性はまあ十分に、ね、考えられるんじゃないかなと思っているんですよね。で4時間足で見ていくと移動平均線が完全に密集している状況の中で、その移動平均線を全部抜けていると、今そういった状況なんですよね。で昨日動画でもちょっとお伝えしたんですが、この反発の後が非常に重要です。このまま4万4000ドルを試さずにもし落ちてきてしまった場合は、ここの高値の切り下げっていう部分が明確に意識されるんですよね。しかもこの辺りって大きな、上髭がですね何本もついているようなラインになっていますので、ここでしっかりね今非常にいい形で反発しようとしてますが、このまま反発できれば本当に4万4000も突破するかもしれないというところまで来ているんじゃないかなと思います。まあ一方で今回の絶好のチャンスを逃してしまった場合、そして下がってきてしまった場合は、またしばらくですねこの4万2000付近から4万4000付近のこの辺りでですねまあだらだら過ごすことになるんじゃないかなと思います。まあただ先ほどのねデータ、いろんなデータも示している通り、大口の信頼感、そしてまあ長期保有者の信頼感っていうのはかなりね見られているという動向になっていますし、まあ大相的にもさっきの4万2000付近相当底堅い状況になっていたわけですね。なので今回もし上を試せずにまた下がってきて4万2000付近まで下がってきたとしても、この辺でですねちょっとうろうろして最終的に抜けていくとか、そういった相場になる可能性が今のところ高いんじゃないかなというふうに思っています。まあ、ちょっと先のところはね分かりませんけれども、まずは4万4000付近を突破できるかどうか、そして直近高値を切り下げるかどうかっていうところが今後の注目ポイントなんじゃないかなと個人的には思っています。それからイーサに関してもじりじり続伸してきているということで、今が2316ドルと、まだねこのボックス相場抜けていませんけれども、まずはこの状況だと、ここの上限値2400付近ですね、この辺りまで試しに行く可能性が今は高いんじゃないかなと思います。4時間足レベルで見ても移動平均線が完全に密集してきているわけですよね。でこの状況の中で2400を突破することができれば、移動平均線のサポートも合わさって一気にまたね続伸してくる可能性もあるんじゃないかなと思っています。今のところ出来高もねある程度高い位置でキープしているような状況ですので、まあ目先はちょっと上げていくんじゃないかなというふうに個人的には思っています。それから XRP に関しても若干戻してきましたがね、今が50セントまで戻ってきているということで、まあ一時ね大きく下げていましたけれども、しっかり50セントまでは戻してきたということで、まあ今後もですねこの50セントから47セント付近までっていろんなラインを引くことができますので、まあ底堅さは見られるんじゃないかなと思います。まあただ一方で連日お伝えしている通り、上に関してはめちゃくちゃ重たいわけですね。なので上がったとしても55セントが限界で、しばらくはもうこの付近でですね停滞するような相場になるんじゃないかなと個人的には思っています。その中でチェーンリンク、まあこれがですね、一気に盛り上がってきましたよね。まあ先日から抜ける可能性非常に高いんじゃないかということを言っていたんですが、まあ、今回の上昇でこのボックスもついに抜けることができて、そこから上昇の勢いが加速しています。今が18ドル付近まで上昇してきているということなので、まあ、このボックスは完全に抜けたかなというふうに意識されてもいいんじゃないかなと思います。まあ、その中で、まあ、目先に関してはこの20ドル付近の水平線だったりとか、まあ、上昇平行チャンネルの上限値でいくんであれば23ドルとか、その付近までですね全然上がってもおかしくない状況なんじゃないかなと思います。もしかしたら一旦ね、この辺で入った人たちが利確して一旦戻してきて、ここでサポートされてまた上昇していくっていうパターンにですねなるかもしれません。その場合は戻してきたところは絶好のデイトレ的なチャンスになってくるんじゃないかなと僕は個人的には思っています。はい、今のところまあ強い状況で一旦の戻しも押し目買いが支えてまだまだですね続伸していくんじゃないかなと個人的には思っています。その中で ARB ですね、アービトラムなんですけれども、今が 1.8 ということで、きっちりここの 1.7 付近の水平線でサポートされたということになりました。まあ、ちょっとね三尊天井っぽい形を作っていたんですが、しっかり支えられているということで、引き続きこのラインは信頼性高いんじゃないかなというふうに思っています。で直近のまあ動き方を見ていっても、この 1.7 付近って過去最高値なんですよね。それをしっかりブレイクして戻ってきてサポートされているということで、まあ、今後もこのラインは強く意識されながらまた上値をですね試しに行くんじゃないかな
なというふうに今のところ思っています。それからアプトス、はい、これがねずっと注目しながらもなかなか上を試しない状況が続いていたんですが、今が 9.39 ドルということで今日のところ 2% くらい上昇していますね。今回の上昇によって日足レベルの移動平均線を全てブレイクすることができましたので、このままね移動平均線に支えながらまた10ドル付近を試しに行く可能性が結構高まってきたんじゃないかなというふうに思っています。で、前回の10ドルチャレンジの時よりも移動平均線は今回の方が密集してくるわけですよね。なので、まあ、サポート力も強くなっている中でもしかしたら10ドルをブレイクする可能性もあるかなというふうに今のところ期待しています。それからアスターですね、今日のところが若干反発して今が18セント付近で、アスターに関しては以前も言っていた通りこの19セント付近でまあこう張り付くような形になるんじゃないかということをお伝えしていたんですが、今のところまあその通りになっているという状況ですよね。特に4時間足レベルではアセンディングトライアングルの形が綺麗に出ていまして、しかも4時間足の移動平均線も完全に密集していると、今のところそれをブレイクしているという状況なんですよね。なのでもしかすると本当に今週末とか来週早い段階でこの19セントを抜けてまた一気に上昇相場を作る可能性も十分にね考えられるんじゃないかなと今のところ思っています。まあ下がってきたとしても、まあ例えば17セント付近だったりとか、次で言うと16セント付近ですよね。まあいろんなラインでこうサポートラインが引けるような環境になっていますので、まあ戻してきたところは変わらずですね押し目買いのチャンスなんじゃないかなと思っています。ただ短期的な話を言うとこの 17.3 セント付近これを抜けてしまうとちょっとしばらくですねこの19セントのブレイクにも時間がかかるかもしれませんので、そこはちょっとね注意が必要かなというふうに思っています。最後ドル円なんですけど、今が 146.5 付近、言っていたここのサポートラインを割るかどうかのね非常にまあシビアなですね攻防が続いているということですよね。でちょっと4時間足レベルで見ると若干上値重たくなりましたね。移動平均線20、50、100を全て抜くような状況となってきましたので、一旦上に行ったとしても抵抗される可能性が今は高まっているという状況になりました。日足で見ていくとこれも明確なんですが、ここの水平線 146.6 付近、これを昨日の日足の実体レベルで割り込んだんですよね。まあ、今日も続落するとなれば大きく下がってくる可能性がね、出てくるわけですけども、一方で今日のところでしっかり反発して 146.6 のこのサポートラインをしっかりね、下に控えるような状況になるまで上げることができれば引き続きですね底堅くなっていくんじゃないかなというふうには思っています。ただちょっとね、上値が重たくなってきたかなということで、まあ、雇用統計の発表もありますので、ちょっと大きく動くシナリオはですね考えておかないといけないかなというふうに思っています。本当にここ直近のですね 2,3 日の相場、非常に重要になってくるんじゃないかなというふうに個人的には思っています。ということで今日は7通貨そしてドル円の状況を見てきました。まあ、仮想通貨市場に関しては引き続き底堅い動きになるんじゃないかなというふうに予想をしています。まあ、その中でいろんなアルトコインがね今後も注目されてくると思います。今日ちょっと僕も何銘柄か追加でですね買い増しをしていきました。まあそれに関してはちょっとグローベズの方でねお伝えしたいと思うんですが、いずれにしてもアルトコインの注目度今後もね高まってくると思いますし、今年の春頃からアルトシーズンまたね来るんじゃないかなと思っていますので、もし皆さんのね注目通貨あればぜひコメント欄で教えていただければと思います。全部は無理かもしれませんが、そこからピックアップしてね日々の動画で分析したりしたいと思っています。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。明日に関しては闇盲信企画の動画ですね上げたいと思いますので、ぜひそちらも楽しみにしていただければと思います。皆様良い週末をお過ごしください。最後までご視聴いただきありがとうございました。